アストロノータスは、スズキモクシクリト化に分類される、南アメリカ原産の魚の一族であり、また特にその一種アストロナタスオーケラタスの、通称として使われる呼び名である。いわゆるアメリカンシクリットの一種で、その改良品種等が、干渉魚として、世界的に人気を誇る。アストロノータス族は、A クラセピニスと A オーケラタスの2種類が知られるが、 世界的にも観賞魚としてよく知られている種は前者である。日本の観賞魚業界では、アストロノータスあるいは英名で、オスカーと呼べば、本種を指すのが普通であるが、稀に、A クラセピニスも、オスカー、アストロノータスとして輸入されることがあるため、この項目で扱うことにする。本種は、はじめ末大化のラバッツオーケラタスとして1831年に、 ルイ・アガシーによって記載されたが、その後の研究によって、シクリット科のアストロノータス属に分類し直された。背びれと尾びれにある目のような模様が特徴である制御は、最大で全長4 5トル、重さ1 6ラムに達する。体高は高くやや寸の詰まった体型である。角ひれは大きい。背びれ、尾ひれ、尻びれは分割してはいるが互いにほとんど。 隙間なく隣接して発達し、後方に向かって大きな扇形を形成する。これらの特徴は高速長距離の遊泳には適さないが、水中で複雑頻繁に姿勢を変えることを可能にしている。目はやや大きく、また他の鈴木目中層魚と比べ眼球が眼下外に突出している。野生で捕獲された個体は普通くらい退色をしている。尾びれや背びれの付け根には、 鮮やかな大色で縁取られた黒い目玉模様があり、これは目を狙って襲ってくる水鳥や、生息域の重なるピラニアなどの天敵を欺き、頭部を守るための適応と考えられる。なお、この目玉状の模様が、種商業の由来である。また本種は縄張りを主張したり、同種のタ個体を威嚇したりするために、自らの体色を変えることができる。若菜は、 生魚と違った体色をしており、白色やオレンジ色の縞模様と頭部の反転が特徴である。オスカーの頭部本種はペルー、エクアドル、コロンビア、ブラジル、フランス領ギアナに生息している。原産地では普通流れの緩い川に住み、沈んだ枝の間などに隠れているのが観察される。中国やオーストラリア北部、そしてアメリカのフロリダ州では、 干渉用に輸入した本種が野生化した事例も報告されているが、摂氏12.9度以下の水温では生きられないため、生息できる範囲は限られる。本種は一般的に性的苦手を示さないと言われるが、オスはメスより早く成長することや、いくつかの野生種の系統では背びれに黒い反転があるのがオスだけであることなどが報告されている。 生後約1年で性的成熟に達し、9年から10年にわたって繁殖し続ける。繁殖の時期や頻度は雨の量によって変化することが示唆されている。水槽内における繁殖の事例等から両親が卵と稚魚の世話をする気質産卵魚であることはわかっているが、野生下でどれくらいの期間ペアが維持されるのかは分かっていない。ペアはテリトリーを作ってた魚を追いやり、 水平、もしくは垂直な面を探してクリーニングし、1000個から3000個の卵を産み付ける。オスカーの養魚飼育下では、大型肉食魚用の人工飼料やザリガニ、ミールワームなどの昆虫といった餌を与える。生き餌を与えることによって成長が早くなることがあるが、寄生虫の危険もある。野生下でよく捕食する魚は、バナセファラス属、ラインロリケリア属、 そしてオークマッキャンサス属などの生ズである。捕食の際には獲物を吸い込むようにして捕らえる。また、退職を変え横たわって死んだふりをして、獲物を待ち伏せる行動が報告されている。本種の食性の特徴として、ビタミン C がよく不足することが挙げられ、そのことによる障害もよく見られる。白変個体をもとにした品種で、ヒレが伸長するもの。冒頭で述べたように、 本種は世界各地で干渉魚としての人気を誇っているが、原産地では頻繁に食用にされる。本種は干渉魚として販売するために多くの改良品種が作られている。赤の斑点が多いタイガーオスカーや、その斑点が体側全体にまで広がったレッドオスカー、そしてアルビノや白変個体を固定したものなどが特に人気である。それぞれの品種の中でも、 体の側面の赤い反転模様は各個体で変異が大きく、イギリスではアラビア語でアンダーという意味の文字に似た模様を持つ個体が話題になったこともある。オスカーの繁殖に初めて成功したのは40年ほど前、アメリカのフロリダにおいてであるが、初めて商業目的でのオスカーの繁殖に成功したのはタイであった。現在もタイなどの東南アジアでの養殖が盛んであり、 世界中に安定して安価な個体が供給されているが、原産地からの輸入個体も季節ごとに輸入される。現地からの輸入個体はワイルド、オスカーと呼ばれ、サイズの大きさや産地の地域や川等によって変異する退職が人気を呼んでおり、マニアの間では有名な産地の個体などには特別な故障が使われることもある。ありがとうございます。